皆さんは三面鏡の有名な怖い動画をご覧になったことがあるでしょうか。小さな女の子が三面鏡の前ではしゃいでいる様子を撮影したもので、鏡に向かって正面を向いた後こちらを振り返るのですが、右側に映った女の子がこちらを凝視するというあれですよあれ。今日紹介する話はそんな三面鏡にまつわるもの。とある美容師が体験した、世にも奇妙な体験談をご紹介します。いやーこちらからすると借りてもらえるだけでもありがたいですよ。何せ前の借りていた方が夜逃げしちゃったもんだから、手つかずで困っていたんです。私の名は佐伯ゆき。自分のお店を持つのは長年の夢でしたが、この度晴れて独立をすることになりました。そこでまず物件選びに奔走していたところ、長年付き合いのあるお客様からとある物件をご紹介いただくことに。そのお客様は不動産会社を経営される方なのですが、そのうちいくつかの物件をご紹介いただきました。その中で気に入った物件があったのですが、少し曰くつきというか訳あり物件でして、以前も美容室だった物件なのですが、忽然と店長が行方不明になってしまったそうです。以来、手つかずの状態で放置されたままとなっているそうで。そのため長らく借り手が見つからなかったこともあって社長さんは困っていたそうです。事情もさることながら社長の紹介ということもあって、相場よりも格安で借りることができるため、私は即決で契約することにしました。ここにある椅子とか備品とか、本当に使っていいんですか？前の店長が行方知らずになってから弁護士に相談してね。契約に基づいて、家賃不払いを理由に店の中のものは全て差し押さえしました。それからあれこれやって、今は法的に私の所有物になっているんです。だからどう処分しようが問題ない。でも私が持っていても仕方ないものばかりですから。佐伯さんさえ良ければお譲りしますよ。処分するにもタダじゃないし、同じ美容室であれば使えるものもそれなりにあるんじゃないですか？私はここを借りていただけるだけで十分なのでね。そうですね。椅子とかカウンターとかおしゃれで高そうなものばかりですよね。それにこのシャンプーチェアだって。すごくいいやつですよ。その辺私はわかりませんが、随分とお金かけていたみたいですからね。しかしなんで夜逃げなんかされたんですかね。結構、持っていたじゃないですかこのお店。さあ、理由はわかりませんけど借金でもあったんですかね。建物自体は少し古いですが、駅前で立地もいいテナント。そのお店はそれほど広くはないですが、すごくおしゃれな美容室で地元では有名店の一つでした。実を言うと私の憧れ的なお店の一つでもあったのです。できれば初期投資は抑えたいから、お言葉に甘えて使えるものは使わせてもらおうかな。ぜひともそうしていただけるとこちらも助かります。こんな言い方したら失礼ですけど、宝の山ですよ。ほら、この三面鏡なんかすごく高そうですし。とびきり目についたのは、美容師が仕上がりを見せるために使用する三面鏡。海外から取り寄せたような、アンティーク調の見るからに高そうなヴィンテージものの三面鏡に私は一目で心惹かれていました。居抜き物件ということもあり、看板の付け替えと内装は壁紙の張り替えに一部照明を交換したりと最低限の改装を経て、無事オープンすることができました。前のお店のテイストは、私がこういうお店にしたいという雰囲気と合致していたので、残せるところは残しました。それもあってお店のリニューアルと勘違いされたお客様も多くいらっしゃいました。勘違い？されたお客様のおかげもあって、オープンから客入りは上々で最高の門出を迎えることができたのです。それから間もなくして最初の異変は起こりました。若い女性のお客様に、カットの仕上がりを確認いただくため、例の三面鏡でご覧いただいた時のことです。キャ三面鏡を眺めていたお客様が小さく悲鳴を上げたのです。私は虫でもいたのかと思いお客様にお声掛けしました。どうかされましたか？その問いに、お客様は、何でもない、と返答した後、少し戸惑った様子ながらも再度仕上がりを確認して納得されていました。お会計の時にはすっかり満足された感じで、次の予約をしてからお帰りになりました。次の異変はそれから数日後のことです。閉店後にスタッフのシカちゃんのカラーの手術の後でした。シカちゃんは私が以前勤めていたお店の後輩で、私が独立することを知った彼女は一緒に仕事がしたいとついてきてくれた子です。まだまだ腕は未熟なところがありますが、センスもあるし何より明るく素直な性格で、姉妹のいない私には妹みたいな存在です。本当の名前はマリちゃんと言いますが、シカちゃんというあだ名は学生時代にシカゲンでのやらかしが由来していて。すごく笑える話ですがそれはまた別の機会として、彼女が新作のカラーを試してくれた時にそれは起こりました。
思ったより明るい色になるね。このメーカーのナンバーにしてはトーン明るめですよね。そうだね。スカちゃん的にはどう？似合ってると思うけど。正面の鏡だけでなく、三面鏡で全体の色合いなどを確認してもらおうと広げた時でした。暖色のライトの下だと色合いがすごく素敵ですよ、これ。私、気に入りました。って。スカちゃんが急に悲鳴を上げて顔を背けました。スカちゃん、どうかした？ゆきさん、鏡。スカちゃんは顔を伏せたまま、三面鏡を指さしました。鏡がどうかした？三面鏡を覗き込みますが、私以外映っていません。スカちゃんは恐る恐る顔を上げると私に言いました。鏡に映った自分が変な。聞けばスカちゃんが色合いを確認していたところ、三面鏡の右側に映った自分が変だったというのです。色合いを確認していた自分の動きと別の動きを見せたそうで、こちらを凝視したまま動かなくなり、無表情でこちらを凝視していたそうです。スカちゃん、私のこと怖がらせようとしていない？私、そういうの苦手なの知ってるでしょ？ゆきさん、冗談でも何でもないです。本当なんです。信じてください。冗談めかした一言に、スカちゃんは今にも泣き出しそうな勢いで反論していました。そのあまりの真剣さに、スカちゃんの言葉を半信半疑ながら受け入れざるを得ませんでした。それからもその三面鏡を使用すると、お客様が妙な顔をされたり、時には声を上げられりという出来事が頻発しました。この三面鏡には何かあるそう思い始めた頃に私も不可思議な出来事に遭遇したのです。その日、飛び込みのお客様がお帰りになり閉店時間よりも少し早い時間にお店を閉めることにしました。天気予報では夜から天気が急変するということもあり、スカちゃんと談笑しながら掃除を済ませて午後20時きっかりにお店を後にしました。二人で歩きながら帰り道を急いでいる時に私は途中忘れ物をしたことに気づいて、スカちゃんと別れて一人お店に戻りました。あったあった。やっぱり充電したままにしてたわ。プライベート用のスマホをうっかり忘れた私は、スマホを開いて通知を確認した後バッグにしまいました。再び店を出ようとした時、ふと例の三面鏡が気になったのです。防犯のために最低限の照明しかつけていない薄暗い店内に、異質な存在感を醸し出すアンティーク調の三面鏡。これにはやっぱり何かあるのかも。頻発する異変を確かめるべく、その雰囲気に少しおじけづきながらも、三面鏡を恐る恐る開いてみました。やっぱり何もないよね。三面鏡には私が映っているだけでした。正面左右、どこから見ても私が映っているだけ。笑ってみたり、左右に首を振ってみたり、変顔しても特に変わった様子はありません。やっぱり気のせいだろう、私は三面鏡を閉じようとした時です。ゴロゴロゴロ。と外から雷が鳴る音が聞こえました。同時に空が光りました。やばい。雨降ってきそう。外を眺めていた私は、雨が降る前に帰らなきゃと三面鏡に再び視線を移した時でした。ギャー。雷が光ると同時に、三面鏡に見知らぬ女性が映っていました。ほんの一瞬でしたが、まばゆい光が反射した鏡の中から恨めしそうにこちらを見ていたのです。私は悲鳴を上げて思わず三面鏡を床に落としました。幸い割れることはなかったのですが、床に落ちた三面鏡をもう一度確認するとその女性は消えていました。怖くなった私は、鏡をそのままにして電気を消してお店を後にしたのです。実はね、スカちゃん。開店前の準備をしながら彼女に昨夜の出来事を話しました。スカちゃんは少しこわばった表情でそれを聞いていました。ああ、それで鏡が床に落ちていたんですね。私の話を聞いて、三面鏡が床に落ちていた理由に納得したスカちゃんは、続いて質問をしてきました。ゆきさん、その女性ってどんな人でした？ほんの一瞬だったからよく覚えてないんだけど、髪が肩くらいのボブで。年齢は私と同じくらいかな。その人、少しきつめの、七尾っぽい顔してませんでした？ああ。言われてみればそんな顔だったかも。ゆきさん、やっぱりその鏡呪われてるかもですよ。なんで？スカちゃんはやや引きつった表情で三面鏡に視線を移して。多分ですけど、ゆきさんが見たっていう女の人、ここの前の店長だと思います。その一言に全身に鳥肌が立ちました。やめてよ、スカちゃん鳥肌立っちゃったじゃない。ゆきさん、大真面目な話。私、そのお店に行ったこと何回かあるんです。偵察兼ねてじゃないですけど、結構有名なお店だったし気になって。うん？そこの店長さん、今私が言ったような感じだったんです。だからもしかすると、ゆきさんが見たっていうその人、前の店長かもしれないと思うんです。
興奮気味に話をするスカちゃんは、何か思い出したようにスマホを取り出して何かを検索し始めました。あったあった。前のお店のページ。確かスタッフ紹介のページに。いた。ゆきさんが見た人、この人じゃないですか？スカちゃんが見せてきたスマホの画面に表示されたのは前のお店のページ。そこに映っているスタッフの中に確かにいました。私が見た女性とそっくりな女性が。この人だ。思わず漏れた声にスカちゃんが声を大にして言いました。ゆきさん、この鏡、処分しましょうよ。やっぱり何かありますって。私は三面鏡を眺めながら、スカちゃんのその提案を受け入れようと考えていました。お客様も怖がるし、もったいないけど捨てようか。すごく気に入った三面鏡だけど、私は処分することを決意しました。それじゃゆきさん、この鏡捨てながら私帰りますね。閉店時間を迎えレジの締めや掃除が終わった後、スカちゃんが私に声をかけてきました。今度業者さんに取りに来てもらうのにいいの？なんだかお店に置いておくのも気持ち悪いじゃないですか。確かにね。でも私が捨てるからいいのに。いいんです。帰り道に粗大ゴミのゴミ捨て場ありますから。それじゃお言葉に甘えて。スカちゃんお疲れ様。お疲れ様です。そう言ってスカちゃんは鏡を大きめな紙袋に入れてお店を後にしました。翌日、お店に行くといつも私よりも早く出勤しているスカちゃんの姿がありません。珍しく寝坊でもしたのかな。一人で開店準備を始めるも、スカちゃんはなかなかお店に出てきません。開店準備を終えて時計を見ると、開店15分前。何かあったかと思って心配していましたが、間もなく予約のお客様が来店されました。その日、結局スカちゃんは出勤することはありませんでした。おかげでてんてこまいな1日でしたが、なんとか切り抜けると同時に、改めてスカちゃんの存在の大きさも思い知った1日になりました。閉店後の掃除を一人しながら、私はスカちゃんのことを考えていました。途中、何度か連絡を入れたのですが反応はなし。独立する前から彼女とは一緒に働いていましたが、記憶にある限り無断欠勤をしたことは一度もありません。以前、彼氏に振られた翌日も目を晴らしながらもちゃんと出勤したし、そんな彼女が連絡もなしに休むなんていうほどのことがあったのだろうと私は心底心配になりました。もしかして事故？それとも病気？仕事の合間を食った LINE を再度確認するも、既読すらついていません。意を決した私は電話をすることにしました。コール音を聞きながらふと昨日のことを思い出しました。もしかして三面鏡を持って帰ったことで何かあったのかも。いつまでも鳴り続けるコール音を切り、私は急いで彼女のマンションへと向かいました。マンションに着いてスカちゃんの部屋を見上げましたが、カーテンを閉めているのか明かりは見えません。急ぎスカちゃんの部屋の前まで来ましたが、廊下の窓からも明かりは見えません。人気のなさを感じながらも私はインターホンを鳴らしました。しかし応答はありません。もう一度インターホンを鳴らすも無反応。スカちゃん、私だけどいる？ドアをノックしながらスカちゃんに呼びかけました。何度も呼びかけますが返事はありません。不在なのかもしれない、そう思って私がエレベーターに向かおうとした時です。ドアの鍵がガチャリと開く音が聞こえました。振り向くとゆっくりと開いたドアの隙間から、スカちゃんがこちらを覗いていました。よかったスカちゃん、心配してたんだよ。連絡しても通じないからさ。半開きのドアから私をじっと見つめて。あ、すみませんでした。なんか一日体調が優れなくて。ご迷惑おかけしてすみません。そんなのいいの。それより本当に大丈夫？何か食べた？もしなんなら何か買ってくるけど。食欲ないんで。そう。ふと半開きになったドアの隙間から、彼女の足元にあの三面鏡があることに気づきました。私の視線の先にスカちゃんも気づいたのでしょう。あ、この鏡、昨日捨てようと思ったらゴミの回収日じゃなくて、一度持って帰ってきちゃいました。そんなのいいよ。こっちこそ厄介ごと頼んじゃってごめんね。私、帰りに捨ててくるけど。いいです。私が捨てておきますから。でも、そう言った私にスカちゃんは表情を一変させて。いいって言ってんだろ。廊下に響き渡るような声を上げて怒りをあらわにしました。その表現した彼女の表情は、今まで一度も見せたことがないようなものでした。いつも明るいスカちゃんからは想像できない鬼のような顔に私は身の危険すら感じたほどです。あ、うん、ごめん、それじゃ、よろしく。スカちゃんの表現ぶりに、私は恐怖しつつその場を後にすることにしました。スカちゃんはそのまま黙ってドアを閉めていました。
やっぱり何かあったんだ。そう思ったものの、もう一度彼女にそれを聞く勇気はありませんでした。彼女の態度と表情がそれほど衝撃的だったから、私はそのまま帰宅し、早めに休むことにしました。次の日、お店に行くとそこにはシカちゃんの姿がありました。いつもと変わらぬ様子の彼女の姿に少し安堵しながらも、あの時の老変ぶりも同時に思い出され、私はどんな感じで挨拶しようか迷っていると。あ、ゆきさん。私に気づくや否や、彼女は駆け寄ってきました。昨日は本当に申し訳ありませんでした。頭を深々と下げて私に謝罪してきました。無断欠勤だけじゃなくて、ゆきさんに対して本当に失礼な態度取ってしまって。言い訳するわけじゃないけど、嫌なことが続いちゃって、それで私。涙声になりながら必死に謝り続ける彼女を見て、いつものシカちゃんだと安心して。いいのいいの、あんまり謝らないで。そんな時もあるよシカちゃん。でも、顔を上げた彼女は涙と鼻水でぐしゃぐしゃ。ほら、顔拭いて、お化粧台なしになっちゃうよ。そんな顔、お客様に見せられないでしょ。私、気にしてないから。ね。ゆきさん。彼女をなだめつつ、開店準備に取り掛かりました。シカちゃんは泣きながらも一生懸命に準備をしていました。よかった、いつものシカちゃんだ。晴れ晴れとした気持ちで、開店を迎えました。いらっしゃいませ。朝から予約のお客様の対応に追われながらも、充実した時間を過ごしていました。私もシカちゃんも忙しく仕事をこなしていました。シカちゃんも徐々にですが指名されることも多くなってきて、一生懸命にカットする彼女の様子を見ていた時でした。ふとあることに気づいたのです。あれ、シカちゃんってさ、左利きだったっけ。その一言に彼女は手を止めて、私に振り返りながら、あれ気づきました、私、昨日から左利きになったんですよ。おぞましいほどの悪意を満ちた笑顔で私を見つめて、そう答えました。私はその一言に何も答えることができないまま、ただその場に立ち尽くしていました。